吉村誠一郎は東京を中心に活動するフリーアナウンサーナレーターで元長崎国際テレビアナウンサー。熊本県出身。高校時代の1982年、熊本放送ラジオで夜11時から10分間放送されていた青春ワンダーランドの DJ をやっていたのがこの世界に入るきっかけ。当時の様子は学校に 出演許可願いを出して番組に出演している高校生という話題でホットドッグプレスにも紹介された。九州産業大学に進み在学中から九州地区を中心にナレーターやレポーターなどを務める。大学時代にはテレビ熊本で現在も放送されている若きトランドのサブ司会をエゴシテツヤやカツタマリエラと務め同時にこの前後の時期 FM 中九州や FM 山口でも番組を担当していた。大学卒業後、1988年テレビ、西日本番組契約穴などを経て、1990年、開局前の長崎国際テレビに入社。アナウンサー以外に、海外取材も数多く、プロデューサー、ディレクター、ナレーター、さらには編成マンも兼務していた。2002年同局を退社。 活動の場を東京に移す。朝日ニュースターのアナウンサー、ナレーターとして活動。同年より東京俳優生活協同組合に所属。2008年10月、出演時の名前を吉村誠一郎に変更。2010年5月、東京俳優生活協同組合を脱退。出演時の名前を本名の誠一郎に戻す。2010年6月から自身が 代表取締役を務める株式会社ボイスワークのナレーター、プレイングマネージャーとして勤務。2015年、道玄坂700にスタジオを開設。ナレーション収録や MA 作業の業務を開始した。ありがとうございます。